今日の餌は何ですか？今日の餌はハゼ餌になります。はい、はい、はい、Bチャンネルのくんちゃんです。Bちゃんです。はい、今日はですね、夏の東京湾の風物詩、マゴチを釣りに来ました。はい、今日はですね、明神丸さんかな、新明丸さんですね、新明丸さんのから、出船して、東京湾でマゴチを作りたいと思います。マゴチといえばですね、夏、すごく美味しくなるお魚ですので、釣って、美味しくいただきたいと思います。釣れるかどうか分かんないですけどね、頑張っていきたいと思います。はい、ひーちゃんは初めてのマゴチとなります。そうです。ちょっとハゼが逃げてる。ハゼが、はい、うん、大きいバケで食べ跳ねてたと思うから。ああ、はい、それでは行ってみよう。はい、じゃあですね、まだ仕掛け完全に作ってないんですけども、まず釣り方のレクチャーですね。で、同時空気リール、ベイトキャスティングリールを使う方、初めての方もいらっしゃるので、まず使い方説明していきます。で、まあ、あの糸が巻いてあるスプールがあって、で、クラッチというところがあります。で、クラッチを、切ってもらうと、クラッチを押してもらうと糸が出るようになります。で、この時に、必ず親指でスプールを押さえながらクラッチを切るようにしてください。そうしないと、あの糸がもしゃもしゃっとここで、絡まってしまうことがあるので、必ずスプールを親指で押さえながらクラッチを。で、そうしたら、はい、そうしましたら、重りを水につけてもらって、そこから落としていきます。で、その時も、親指でスプールを押さえたまんまの状態で、そこから少し力を緩めてあげて、親指でブレーキをかけながら落としていってあげます。このように親指で、少しブレーキをかけながら落としていってあげるといいと思います。はい、で、そしたらですね、そこまでついたら、まずそこについた状態で、糸を少し巻いてあげて、水面まで、その先を水面につくぐらい、糸を巻いてあげます。で、そこから、まあ、船ペリのところまで上げてあげると、ちょうど、海底から重りが1メートル上がっている状態になりますので、この状態をキープしてあげます。で、この状態で当たりを待ちます。で、この釣り、棚取りが非常に重要なので、こまめに棚を取り直してあげるっていうのが、非常に超過につながるポイントになります。はい、ということで、以上が釣り方になります。あとは実際、釣り場行ってみていただければ、間もなく出船になりますので、楽しんでいきたいと思います。あとお昼ご飯もね、作ってくれたみたいで、非常に
いな。4キロ